午前十一時過ぎ、三笠市に住む男性が不発弾のようなものを三笠市役所の庁舎内に持ち込みました。当時庁舎内にいた職員や来庁者などおよそ二百二十人が避難しましたが、午後三時半過ぎ、自衛隊によって回収されました。警察の方からもう危ないんで待機してくださいということで、万が一のことがあったら大変かなとは思ったんですけども、なんか無事に終わって良かったですけどね。はい。 自衛隊によりますと、不発弾ではなく火薬が入っていない旧日本軍の弾薬でした。弾薬は男性が自宅の名屋で見つけ、処分に困り持ち込んだということです。警察は不発弾のようなものを見つけたときは、触らず動かさず警察に連絡してほしいとしています。